テトリス対テトリスはテトリス有利。どうもジャミーです。今日もバーサスレート世界一の解説やっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。この妻はパフェ済みじゃないかな。開幕パフェ済みですね。パフェ済みに対して相手が、TSD。それを受けて、まあ若干穴場できましたね。まあまあ穴場できたんで、しっかり操作当てながら立ち回っていきたいところ。ちょっと大身の置きたくなかったところに大身の置いて、あ、置き水でしょうね、これ。下穴埋めてしまったので、ね、本当は置きたくなかったが埋めてしまう。しかしまあ、無駄に掘っていってますね。しかしこれちょっと1ライン消しが、1ライン消しの掘りが多いんで、火力で押し切られそうというか、火力でずっと BDB、バックトゥーバック付きの、攻撃を送られるとだいぶ不利になりますね。もちろん一覧消しが多いとその間にかなり積まれてしまうので、そこら辺は警戒が必要ですね。さあ相手が、結構だ、てかだいぶ置きミスして、辛そうなところで、ここで総裁外しの構え、ドネイトっすね。ドネイトで総裁外しの構えで TSD からテトリスまとめ1。さあこれ刺さるか？エスミノエルミノではちょっと掘れるミノではないので刺さりましたね。まあこれは単純に置きミスを咎めたって感じかな。まあしっかり総裁外ししてまとめ1したのが強かったですね。基本的にまあ相手を刺すときはまとめ1で。一回一回置くてもね、総裁合わされちゃうことが多いんで、積み込みながら、相手の攻撃を出方を伺って総裁外しでまとめ1って感じですね。まあ理想的な展開でしたね。さあ、こちらも火力作ってるけど、相手も中開けテトリスで火力作ってる。さあ、TSD テトリスの違いね。若干パフェがありそうだか？ジェミの、あー、ないか。ジェミの大美濃でパフェがありそうだが、ちょっと大美濃が1回分遠かったですね。さあ、今度は受けてから、テトリス。で、先を見つつ、T スピンダブルから、削ってって、テトリスの構え、相手も、TSD のドネイト。S ミノの置きミスしているが、まあ、あれはそんなに、影響するような置きミスではないんで、まだまだ続きますね。さあ、ずーっと操作当たって、なかなか試合が動かない。お互いはバックトゥーバックはついてるものの、総裁ずっと当たってますね。これもちょっと置きミスしたんで、総裁当てて、しっかり当ててって、これ総裁外して、テトリス。まあ穴的にはまあ悪くはないですね。3ライン分あるので。3ライン分直通できているので。ここでしっかりドネイトで、バックトゥーバック付きの LJ イリュージョン。あいみの消費したけど、まあ、相手の地形を見て判断して、あいみの消費しても大丈夫だろうと、いった感じで埋めましたね、今の。さあ、ここで相手が地形辛いが、3ライン消し間に合う。今の3ライン消し間に合ったのは強いですね。さあ、ここも3ライン消し間に合うが、刺さっていく。S ミノ、大ミノ、S ミノで屋根つけて、大ミノで埋めて、T スピンダブルまで間に合えば、ワンチャンあったけど、まあ、さすがに間に合わなかったですね、今の。まあ、一手間に合うか間に合わないかっていうのは、このゲームかなり違うので。あと一手っていうところでも、その一手がまあ、本当に、間に合うかどうかが重要になってくるというか、そこの差がありますからね。さあ、これ、トリプルで削ってから、TSD 組んでって、こういう地形ってその T スピンダブルにしちゃうと、あんまり後々の地形が良くなくなることが多いので、今のはテトリスにしていったが、テトリスにしてもちょっといまいちな地形になってしまいましたね。しかし一応ホリデンノルトありそうだ。S ミの、J ミの、L ミの、なんじゃない。J ミのまでか。相手が若干積み込んでいたが、しっかり耐えてって、ホリで、アイミのまでかな。アイミのまでのホリデンノルト。相手は S ミので先読みしながらテトリス、T スピンシングル。しっかりそれを総裁外してからテトリス送って、相手もそれを総裁外してからテトリス送る。さあ、これ TSD テトリスの地形で強いぞ。まとめ1体制。しっかりまとめ1して。3ライン消しで総裁当てつつ、ちょっと整地といったところですかね。しっかり整地してから T スピンダブル総裁当てる。掘り的にはちょっと、もう少しいい掘りはありそうだったけども、まあ、T スピンダブルで総裁当ててるんで、まだいけそうではあるけども、ちょっと不利になってますね、これ。さあ、削ってって。3ライン消しからテトリス間に合う。これ間に合うのはでかいですね。しっかりもう一回テトリス間に合わせて、無難に直列までたどり着いて、さあ、ここら辺でゴムになっていく。大身の S ミノから、いや、シングルか。T スピンシングル混ぜて、テトリス。しっかりね、バックトゥーバックを維持するのも重要なんで。さあ、テトリス振って、相手が、大身の置きミス。さあ、あのリカバリに時間が
ってるとこにまとめ打ち体制整いつつ、しかし俺もエルミの置きミスしてしまった。本当はここ総裁外したかったけど、まあエルミの置きミスしたんで、ちょっとまあ妥協したって感じですかね。さあ、ジェイミの突っ込んで、さあ、ティーミの使ったけど大丈夫か。ちょっとティースイングだけど、ティーミを使っちゃったのが痛いですね。おー、テトリスで、なんとか耐えるけど、おいうちのエスティティックマジックで刺されましたね、これは。ティースピン組んだものは良かったけど、ちょっとティーミの消費したのが良くなかったですかね、これは。やっぱりその、地形をね、その悪くなるよりは、その妥協してティースピン打たない方がまだマシなんで、ね、ティースピン打って地形が悪くなってしまうとどうしても、その後刺され、ってか刺し切られちゃうことが多いので、妥協したんだけど、やっぱりね、今の場面だと妥協するとさすがに相手の火力で致命傷になってしまう形だったので、まあ、ティースピン作ったのが良くなかったかな。さあ相手 TSD テトリスまとめ1体制。さあ、Z ミノじゃない、S ミノ先読みではないが、どうだろう。ティースピンシングルって相手チケインで問題なさそうだけどどうだろう。テトリスって、ティースピンダブル火力重視ですね。かなりバックトゥーバックの火力重視。さらに Z ミノで先読みして、テトリスから TSD の形。バックトゥーバック付きなんで、総裁外してって、さあ、相手、アイミノの置きミスしてしまった。おそらくアイミノを置いて、エルミノを左側に置いて、テトリスからの TSP ダブルを狙おうとしたところだったけど、アイミノが1個ずれちゃって、それに動揺してエルミノをミスったって感じですかね。まあ、致命傷かな。エルミノの置きミスなかったらまだホリレンでワンチャンありそうな形はあったけど、まあエルミノ、まあ2回連続置きミスしちゃったんで。そう。置いたのを一瞬確認せずに、なんつうんだろうな。もう置いてしまうと2回連続でミスっちゃうから、致命傷になるっていうことが割とある。置きミスして、あれって思ってすぐ気づいて一瞬止まるならいいけど、置いて置いてって、もう先にまあ先行入力しておくと、連続でミスっちゃうんで。あそこら辺は一番気をつけていきたいところですね。もう一つ見ていきましょう。あ、結構確認せずに、特にまあ速度をめちゃくちゃ出してる人とか、ミスると大体連続でミスることが多いと思うんだけど、まあそういうことですね。置きミスをまあ大体想定しない、想定せずにやってることが多くなるので。さあ今回は DT 連組んでって、割と繋がりそうですね。エルミノにしたか。エルミノ。一応繋がるルート的にはありそうだったけど、ちょっとミスってしまったか。さあ、カラティからバックトゥーバック付きのテトリス。これ TSD 狙ってますね。テトリス打った後に、ここで T スピントリプルになるんで。しかも TD アタックで強い。さあ、この地形は強いんで積み込み体制で行くでしょう。ですね。こういうその地形って積み込みがめちゃくちゃ強いんで、積み込みで行ってって、しっかり受けてから T スピンダブルでホリレンのルートでしっかり繋げていきたいところ、大ミノ、J ミノ、J ミノ、S ミノ、I ミノ、Z ミノまでか。ここまで、まあ8連、まあじゃないですかね。もうちょい最善の選択ができれば、いいホリありそうだったけど、まあ十分妥協というか、安定を取った感じですかね。さあ、テトリスからテトリス。最低 T スピンダブルズが相当チケ高い。それ、おっと、総裁外して T スピントリプルで決まると言おうとしたところだが、ちょっと置きミスしてしまう。さあ、これで回復されるか ?TSD からテトリスで。しかし、それをしっかり総裁外してから、受けてからテトリスを送る強い。どうだろう、差し切れるか待って。テトリス用待って。さあ、相手歩みの。テトリスってから Z ミノ置いて、即座に3ライン消し。どうだろうジェイミノまで掘ってって。あー、間に合わないか。今の相手、速攻で操作しようとしてエルミノミスっちゃいましたね。まあ、ああいうのも、置いたの確認せずに、速攻でまあ入力しないと間に合わないんで。判断的には相手良かったけど、エルミノをしっかりもう一個右側に置けてって、アイミノマンに間に合えば、掘れてましたね、でも。判断的にはかなりいい。さあ、今回は相手ダブルダガーで、それに対してこちらいい地形。おーしかし、アイミの置きミスが致命傷すぎる、さすがに。テトリスからティースピンダブルで全然打てた状況だったんだけど、今のはやばいですね、さすがに。致命傷の致命って感じ。
DT 砲で、パフェルートだがパフェはないですね。堀に切り替えて、S ミのエルミの J ミのエルミのまでは掘らずに、ここで連途切らせてから、バックトゥーバック重視にしましたね。BTB 重視の形で、一回削ってて、ダブルダガーにして、さあどうだ？これ、そこ下穴埋めてもよかったかもしれないですね。逆にその下穴埋めないと、後々の地形が悪くなってしまうっていう、そのデメリットがあるので、下穴埋めてもよかったような気がする。さあ、だいぶ追い詰められて、ピースピンダブルなんとか間に合った。しかし、これきついぞ。さあ、先読みまで間に合っていく。これはいい反応ですね。さあ、ジェイミのまでしかし削るが、なんとか掘れるか。2ライン決死して、掘りのルートは一応ありそうだ。アイミのエルミの前削って、しっかり掘っていく。これはまあいい掘りですね。あそこの Z ミノの先読みが良かった。で、しっかり掘ってって掘り切る。相手テトリスまで欲張ってるけど、こちら総裁外し体勢ですね。総裁外し体勢。からまとめ打ち体勢で、PSD テトリスの地形。しっかりし、相手しっかり総裁当ててきてるが、T スピンの総裁が間に合わず。アイミの S ミノまでと削るがどうだ？T スピンダブル作って、しっかりそれを総裁外して、T スピンダブル送って、刺さっていきましたね。まあ、右側に T ミノがうまく置けたとしても、今のはまあ、さすがに刺し切れてると思うんで。こちらもまあ、だいぶ地形高かったんで、総裁外し、まあ、勇気必要だけど、まあ、しっかり凝視した上での総裁外しなんで、問題はなさそうですね。さあ、まとめ打ちの体勢で、テトリスから T スピンダブル、相手も、エステティックマジックからのテトリスですね。回転入れてリカバリーをしようとしたが、Z ミノを置きミスしてしまう。それを、空中で T スピンでリカバリーして、ホリレンのルートは相手なさそう。さあ、これちょっと掘るの難しいぞ。そこに大ミノの置きミス、相手痛い。大ミノが1個ずれちゃいましたね。左側に置こうとしてたんだけど、大ミノが1個右側にずれてしまって刺さっていく。もう、チメチメのチメって感じですね。致命傷すぎる置きミス。まあ、今のはまあ、単純に致命的な置きミスを普通に火力で咎めたって感じですかね。まあ、無難な試合というか、普通の試合って感じでしたね。まあ、こういうのもね、まあ、ちゃんと見ることが重要なんですよね。置きミスしたかしてないかっていうのを見るだけで、その、なんつうんだろうな、ミスの量が減るんだよね。なんで減るかっていうと、冷静にいけるからですね、基本的に。無理に刺しに行こうとするんじゃなくて、冷静に行けば、まあ、有利になれるっていうことを、自分の心の中で思えるんで、それで、まあ、冷静になることによって、ミスの比率が減るという、まあ、精神的なね、その、状況っていうのはあるんでね。まあ、そういうのもなんで、まあ、業種は重要ということっすね。はい。はい、では、こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。